皆さんこんにちは。日本亭グループの鈴木です。日本亭グループはタイ・バンコクにて1988年に創業した老舗レストランの一つです。我々日本亭グループでは今年バンコクの中心地であるこちらゲイソン・アマリにて新しい業態である海、海と書いて海というレストランを開店いたしました。海レストランでは値段を少し日本亭の料理より安く抑えて庶民の皆様に気軽にご利用いただけるお店を目指しています。海レストランのメインは海鮮丼です。海鮮丼で使われているお魚は全て日本から輸入をされているものを利用しており、日本亭と全く同じクオリティのものを提供しております。メニューは地元タイの方に好まれている食材を多く使用しており、海鮮ものだけではなく和牛であったり、うなぎなどの食材も利用して皆様に親しんでもらえるようなメニューを多く取り揃えております。カイレストランは新しいスタイルの店として非常にコンパクトな設計にしています。キッチンは非常に狭くてですね、今までのレストランの形とは違う発想での設計が必要でした。今回こちらのキッチンでは星崎さんの機材では大下冷蔵庫、2枚扉のフリーザー、そして洗浄機、サービス区画では製氷機を使用させてもらっています。また追加で味噌汁のサーバーも利用させてもらっています。すべての機材がコンパクトにできており、小さいキッチンにフィットする形であったのが星崎さんを決め手の一つとなりました。ここや冷凍庫については温度の管理もしやすく、温度の調整がしっかり必要な鮮魚を取り扱うのにも有効な冷蔵庫であると判断させてもらい、今回すべて星崎さんのものを利用させてもらっています。メンテナンスに関しても連絡をするとすぐにサービスマンが駆けつけてくれて、メンテナンスから修理に至るまでしっかり対応してくださっているので、私たちも大変助かっています。